こんにちは、しんこうです。皆様お聞きいただけましたでしょうか。2月3日のソナーミュージック、前回の動画でお伝えしました通り、初めてラジオ出演をさせていただきまして、しかも J-WAVE というね、超メジャーなラジオ局だったので、ラジオが大好きな私にとっては大変ありがたい機会でした。今回は救済のパンチラインというヒップホップから、私たちを救済してくれる言葉を聞こうというような企画で、前半は私、しんこうが仏教と日本のヒップホップ、そして後半は山下聡輝さんという、このヒップホップレザレクションという本を書かれている牧師さんが、アメリカのいわゆるギャングスタラップという暴力であったり薬なんかの話が出てくるようなラップをキリスト教の立場から紐解いていくという企画で、いやー、まず楽しかったですね。ナビゲーターのコゴリラさんがかなりご興味を持ちながらお話を聞いてくださったりとか、やっぱり私がちょっと焦ってしまったところなんかをフォローしていただいたりとか、人の土俵で話すっていうことがあまりないので、自分のペースをさりげなく調節してくれる番組のスタッフさんだったり、ナビゲーターのコゴリラさんには本当にもう感謝しきれないくらい色々とサポートをしていただきました。あとは個人的にはやっぱりずっとラジオが好きで、坊さんになっていなかったらなりたい職業何だったかなと思った時には、ラジオの構成作家とかやってみたかったな、かもなとかって思うくらい、ラジオが好きで、こういう原稿とかをいただいたりして、こういう風に番組作ってるのかっていうような感動もありました。今回は以前動画でも取り上げたライムスターさんのポップライフと、それから不信かけるインシストでディアという曲、ジョークマイクの一夫多妻フィーチャリングヘジルマジルという曲、それから最後に DJ ヒロキングさんのゲットオーバーユーフィーチャリングアンナトリブチ&ラップ丸山という4曲をご紹介させていただいたんですけど、もっと話したかったことはたくさんあったわけですけどね。1曲あたり曲を流すので実質 3,4 分しかお話ができない中で、どの情報を使ったらいいだろうっていう、自分の中で必要のない情報を一回溶かして省いていくっていう頭をすごく回転させながら、なるべく最短ルートで話そうとかって思ってやったんですけど、後から聞いてみると、やっぱりそこいらないだろう、そこよりもっとここ膨らませなきゃダメだろうみたいな反省が今になってもすごくあって、これで好評がいただければ、もしかしたら第2回とかっていうことがもしかしたらあるかもしれないですし、またこういう機会があればお手伝いさせていただきたいなというふうに思っているので、まずはですね、音声だけで何かを伝えるということ、この難しさ、それから時間の制約、そういったことをやっているラジオのパーソナリティの方々には改めて尊敬の念しかありませんね。今回はズームでアッコゴリラさんと顔は見ながら、声はフェイスタイムっていうアプリを使ってやったんですけど、なんか面白かったです。放送の内容も聞こえるんだけど、ディレクターさんのあと何十秒で曲開けますとかっていう声が入ったりとか、当然しなかったですけど、その音を録音していたような、そんな気持ちで出演をさせていただきました。あっという間の30分、40分でしたね。まずはですね、本当に、自分自身の経験としてもすごくいい経験になりましたし、後半で山下さん、牧師さんの山下さんが語られていた、ギャングスタラップっていう暴力だったり薬の売買っていうことをラップにしているのは単なる自慢じゃなくて、そうしないと生きていけないっていう現状を語ることで、今もなお残り続ける差別だったり偏見だったりっていう社会の問題に人々を向き合わせる、そういう役割を果たしているんだっていう話を聞いて、すごくヒップホップへの向き合い方もまた一つ変わったなっていうふうに思います、自分自身で。なので本当にどこをとってもいい経験だったというふうに思いました。ご視聴いただいた皆様、それからスタッフの皆様にはですね、重ねて御礼を申し上げまして、今回のラジオ出演の振り返りとさせていただきます。今回、ご紹介した曲を改めてまた動画の企画にして、ゆっくりとお話をしたいと思います。まずはもう関わっていただいた全ての皆様、ありがとうございました。今後とも全活信仰のヒップホップ仏教をよろしくお願いいたします。